チャンネル。よいしょ。さあ、ということでね。まあ今日、まあ3年にありますけど、まあそこの話なんですけど、その前にですね、今日なんと、札幌に来ております。今からですね、2021年、里崎ライブ、ね、始まります。今楽屋にいてね、その時間に撮ってるんですけども、場所が花本ホール、ね、札幌公演。初めて来ましたけど、札幌の時計台の真下にあって、すごい広い。びっくりしました。そこにですね、400名を超える、お客さんがこれからいらっしゃるということで、非常に楽しみにしてます。またね、ここでは言えないことを言っていきますけども、今日ここで言わなきゃいけないことをこれからね、ちょっと言いたいと思いますけども、日刊スポーツの記事によるとですね、西武が25日、佐々木投手が新型コロナウイルス感染防止のルールに違反として1ヶ月対外試合出場禁止の処分を課したことを発表しましたと、ね、7月と8月に、同居家族以外の知人女性と長時間面会、また義務付けられている行動記録の未提出及び記載漏れがあったというと。で、23日に報告があり、24日に確認し判明したというところでね、今回1ヶ月のね、試合出場禁止、処分が、課されることになりましたけども、ここでやっぱりもんで、まあここね、もうコメント欄もそうですし、いろんなところでも出てますけど、まあ中田選手のね、時とどうかとかね、いろいろ出てますけど、やっぱりね、今後もこの問題がもし発覚した場合、永遠に起きる。どうなんやこうなんやっていうところがね、だからまあ今回のことで言うと、まあ佐々木選手がね、しっかりね、そのチームのルール通りに自分の行動履歴っていうのを提出しとけば問題なかったと思うんだけども、これも提出してたら何も言われなかったかどうかも気になる。同居家族以外の、女性と会いましたと、で仮にそれを一夜を共にしましたとかね、って言った時に政府なのかどうか、それをしかもどれぐらい、まあ俺もまだこれが取材不足で分かんないんだけど、名前も言わなきゃいけないのか、あとは何時間一緒にいたとかも言わなきゃいけないのか、何をしたっていうのも言わなきゃいけないのかだと、さすがにプライベートをそこまで、まあね、気持ちは分かるし、このね、コロナ禍の中やっていかなきゃいけないっていうところで、まあ厳重にして、まあ今日ね、まあちょうど西武ライオンズでは、まあ森選手と山川選手の個人マネージャーが新型コロナウイルスに感染したと発表して、濃厚接触者に当たるかどうかっていうところと、今 PCR 検査を受けて陰性か陽性かっていう判定を待ってる状況らしくて、だから今、特例措置で登録抹消っていう形にね、なりましたけども、まあそういうのもあるからきっちりね厳重にやっていきたいっていうところのね、球団としての気持ちはごもっともだし、もっともの、だと思うんだけど、どこまで言わないけなきゃいけないのか、で仮に言ったとしてもそれは怒られないのか注意されないのか OK で済む問題なのかどうかっていうのも選手を言いにくくしているところもあるんじゃないのかなと。あと佐々木投手もしね、これがまあ佐々木投手も含めて他の選手も12球団ともそうだけど、寮生だった場合、俺も寮2年間経験あるんだけど、多分もうほぼ外出禁止だと思うんだよね。で外泊も禁止、ってなった時に独身ってなるとそれはきついよね、去年から。でしかも2年間で、多分これ来年もひょっとして続くと3年間年頃の男性が全部行動履歴を言って、で外出外泊わかんないよ、これ12球団とも OK のところもあるかもしれない、でもそれ禁止だと自分がその時の選手のことを思えば、いやちょっと苦しいっていうか、まあきついよね、普通に考えるとね。男性の皆さんどうですか、きつくないですか。でそうなってくるとね、まあ嘘もつきたくなるっていうね気持ちも、分からなくもないですね、同じ男性としてね。でまあネットの情報なんで正直どこまで本当かどうか分かんないんで何とも言いようがないですけども、対ね相手の女性の方がなんか SNS かなんかでつぶやいたことで、この件が発覚したみたいなね感じになってるんで、逆に言うと他の12球団ともに言ってなくて、嘘言ってない、嘘じゃないね、言ってなくて、第三者がそれをバラさなかったらバレないよね。でそこもあるよねとか、どうなんやろうっていうのがあると思うけども、ここは、まあ、いろんな問題も含めてここはやっぱりね、もう NPB にちょっと頑張ってもらって、しっかりその12球団の個別のチームだけの
判断にしないで、12球団の統括団体、ね、NPB がやっぱ旗織り役の温度を取って、何かあればそれを吸い上げてもらって、NPB が何かの処分を判断していくっていう風にやっていかないと、球団ごとの判断になってくると、じゃあオリックスのあの時の選手たちはどうなんやとか、じゃあ中田どうなんやとか、今回西武どうなんやとか、ロッテの清田どうなんやとか、いろんなところでいろんな人の考え方で多分ね、もうまとまりつかなくなるし、選手もまあ選手がもう悪いんだけどね、あのそういう制限来るね、こっちはこうでこっちはこうでみたいな。でこっから一番難しくなってくるのが、いろんな問題起きた時に、優勝争いしてるチームと優勝争いしてないチーム、もしくはもうクライマックスも難しくなったチームで、優勝争いしてるチームは処分が軽くて、もうちょっと離脱しちゃったチームは処分が重いみたいなね感じになる可能性もあるし、あの清田のことね、総チェックの時にあのコメントした時に、あのコメント欄で結構あったけども、いや清田が必要とされてないからとか、中田は必要とされてるからとか、助けてくれる人がいたからとか、俺これでもダメやと思うんだよね。だって選手主力だと何かあっても処分軽い、でも主力じゃなかったら、もしくは二軍選手だったら処分重い、戦力に関係ないから重く出しやすい、これも問題だよね。であとは助けてくれる人がいたら処分軽い、助けてくれる人がいなかったら処分重い、いやこれもダメやと思うんだよね。やっぱりそのまあ選手がもちろんそのルールを犯す、これが一番悪いのはもう大前提。でもその球団ごと、もしくは選手の能力別、もしくは優勝争い、クライマックスシリーズ争いしてる、もしくはもう脱落して消化ゲームになってしまう、出ないできないっていうところとで処分が大小してしまうと、これも問題あると思う。同じようなことしてても次の日も試合で出る人がいれば、同じようなことをして謹慎1ヶ月になる人もいるし、同じようなことをして3ヶ月謹慎処分になる人もいるかもしれないし、これは正直まあ こっからさらにシーズンが重ねば重むほど、深くなればなるほど、チームにとってやっぱその戦力がいるかいないかは大きな問題になるときに、仮にねそういったことが起きた場合に、どのルールでどの範囲でどういう処分が下されるのかが球団次第ってなかなかきついと思うよね。まあ一番ねそういうことを起こした人が悪いんだけども、その人たちにとっても不平等さも起きるし、まあ、不幸の度合いも変わってくると思うんだよね。だそう考えると、まあ、今後本当にシーズン終盤になってくると、よりチームごとによって大きく情勢が変わる中で、同じことをしても処分が違うっていうのは、やっぱりファンの皆さんもそうだし、やっぱね、あの納得いかない、ことも増えてくると思うんだよね。でそうなってくると、やっぱこう問題がいっぱい出てきて、ああでもないこうでもないになってる時に、やっぱ一番統括できるのは NPB だと思うんだよね。もうここはなんとか頑張ってもらって、そういったところを統括して、全部情報は吸い上げて、でそこで揉んで話し合って、じゃあこういう処分にしますっていうのを温度を取ってやることが一番スムーズで、多くの人が納得できて統一感ある判定が下せると思うんだよね。だから一番はそのルールを犯した選手たちが反省するのは一番だけども、まあ、今後ね公平感不平等をなくすためには、 NPB がなんとか頑張ってもらって、そういう組織を作ったりね、委員会を作ったりしながら処置に当たる、その事後処理をするっていう形がやっぱり一番ね公平感あるし、多くの人が 100% 全員がね納得するっていうことは、なかなかないかもしれませんけど、多くの人たちがね納得できる方法はそうなんじゃないのかなと思うところもあるんで、まあ、なんとか頑張ってもらいたいなという思いもあります。そしてね、頑張ってる選手たちは思い切ってねプレーすればいいし、そういったところでねこう優勝争いとかクライマックスシリーズ争いとかチームの順位とかいろんなところにねケチがつくっていうのもね、正直せっかく頑張ってねこの頃の中のみんなの力を合わせてプロ野球もね盛り上がっていってる、ファンの人も応援してくれてるっていう中でね、もったいないんでね、なんとか頑張ってもらっていい方向にね、進んでいけばいいかなと思います。まああえてね動画にする問題でもなかったかもわかりませんけども、やっぱりねこうやって一人でも何かのね、声を上げて、いい方向にね、これはね何かを批判してるっていうよりもいい方向に進んでもらいたいっていうね、気持ちが一番なんでね、終わったことはしかないんで、それをねいろいろ検証しながらいい方向にね進んでいってもらいたいというところでね、今日動画にさせていただきました。ということでこれからね札幌公演スタートしますんで、着替えて頑張っていきたいと思います。札幌公演にご来場の皆さん、ぜひね楽しんでいってもらいたいですし、まだね他にも佐々木公演どしどしありますんでね、この後の、宣伝日にちをチェックして、皆さんのね近場にある時はぜひ
ご来場ください。この動画内でも言えないこと、この話でもまだ言いたいこともありますけどもね、そこはね、皆さんの前で生ライブでしっかり言いたいと思います。ということでライブ行ってきます。今回の問題もね、さっき考えましたけど、皆さんはね、どう思うか一緒に考えてね、より良い方向にね、進んでいくように頑張っていきましょう。ということで、じゃあ、ライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや、会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わり、あの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還。